皆さん、こんにちは。今日は、久しぶりに、おすすめ漫画の紹介をします。今回紹介する漫画はこちら。野田浩司先生の、恋は世界征服の後で、です。こちらの漫画は、漫画そのものもとても面白いのですが、この度、なんとアニメ化が決定しました。おめでとうございます。この漫画は、私も以前から読んでおり、いつか紹介しようと思っていましたが、このアニメ化を機会に動画を作りました。さて、内容の紹介です。この漫画、ジャンルとしてはラブコメになるのですが、なんと、正義のヒーローと悪の組織の恋愛を描くラブコメです。主人公は、ヒーロー戦隊のリーダーの不動くん。彼が、本作のヒロインであり、悪の組織の戦闘員のリーダーの、デスミさんに惚れて告白したことがきっかけで二人は付き合い始めます。物語開始時点で、二人はすでに付き合っており、戦闘中でも隙を見つけてはイチャつくという、今までにない感じのラブコメになっています。もちろん、表向きは対立している二人なので、周囲に付き合っていることは秘密です。そのため、二人のうぶなイチャつき具合だけでなく、周りにバレるかバレないか、という点も、本作の面白ポイントになっています。そして、二人は、敵同士のため、デスミさんが、襲撃場所を、不動くんに密かに伝えて、襲撃するふりをして、デートをしたりします。このあたりも、設定を活かしてて、とても面白いです。また、漫画のノリ自体は、平成中期頃によく見られたタイプのギャグテイストが強めのラブコメですが、決して、ワンパターンでなく、展開もコロコロ変わるところも高ポイントです。あと、とにかく、デスミさんが、可愛くスタイル抜群で、不動くんに対して、一途なため、嫌な気持ちになることなく、萌えと笑いに集中できます。現在、コミックスは3巻まで出ています。不動くんとデスミさんのうぶさ加減を楽しむもよし、二人の関係が周りにバレないか、ハラハラするもよし。どことなく、懐かしい雰囲気もあるラブコメです。気になる方はぜひ読んでみてください。また、冒頭に話した通り、アニメ化も楽しみです。とてもアニメ映えしそうな作品なので、続報に期待しましょう。それではご視聴、ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。